おはようございます。ザリガニ親父こと日本プレゼンテーション協会理事長の高野が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なポイントをお話ししたいと思います。今日はですね、早朝連行太極拳を終えまして、行徳は駅前公園のバラ園の前からお伝えいたします。今日はバラがですね、最盛期ですね。最盛期5月15日土曜日、バイリンガル YouTuber 高野文夫です。今日はですね、皆様にですね、鳥になれ、虫になれ、魚になれ、コウモリになれっていう話をしましたが、今日はその頭の2つ、鳥になれ、虫になれというお話を引っ張り出してですね、人に物を伝える重要なポイント SDS、 横文字ですいません、サマリー、ディテール、サマリー、 SDS のサンドイッチにして食べさせれば、大概の人はですね、腹落ちでできます。おいしいおいしいと、いい話でした、よくわかりましたということになるんです。私は水曜と木曜ですね、毎週夜の7時から、遠隔ズームでですね、ボランティアで英語で喋り合う会の会長をやってます。順番にですね、あるテーマで1時間プレゼンしていただくんですが、つい最近ですね、もうめちゃくちゃなプレゼンを見ました。英語のプレゼンですけれども、まあ英語の達人ですが、何を言ってんだかわけわかんない、ぐちゃぐちゃ、まあお年寄りだから頭がぐちゃぐちゃになってるのかもしれませんけれども、ぐちゃぐちゃ、なんでダメなのかというとですね、鳥になって虫になって鳥になって終わる SDS 法というのがあるんですが、その方法でやれば腹落ちするんですが、いくらコンテンツを山ほど積んでもですね、それをバカ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 喋っても全然相手の腹に落ちない。すなわち、はい、こういうことです。鳥になれ、虫になれ、鳥になれって話ですけれども、まず鳥になるにはですね、今日のお話はこういうお話ですよという全体像、全体像、鳥が空に飛び立って俯瞰しているようにですね、今日のお話の全体像を喋るんです。英語ではサマリーと言います。次にですね、お話しようとした1番はこういうことを言おうとしています、2番はこれ、3番はこれと、なんか例を引いたりですね、フィギュア図にして見せたりして、ディテールを語るんです。ディテール、これ虫になるですね、虫、虫の目で深く喋る。そして最後にですね、終わりに近づいたら、今日はこれこれこういうお話をしましたが、皆様お分かりいただいたんでしょうかと、分からなかったらご質問ください。はい、で一人ずつですね、感想を聞いたらいいんですよ。腹落ちしてたら皆様素晴らしい一言が出ると思います。よく分かりました、ここはちょっと教えてくださいというようなことになるわけですよ。これがですね、終わりのサマリーです。 SDS というですね、サンドイッチ状にして皆様の腹落としにしなさいというお話でした。これはすなわちですね、鳥になれ、虫になれという話と全く一致しています。はい、今日は SDS の技術についてお話しいたしました。さようなら。